皆様、ご報告があります。私、中川翔子は、結婚することが決まりました！ありがとうございます。なんだかとっても信じられなくって、もう夢の中にいるみたいな、自分の人生じゃないみたいな、まさか自分がお嫁に行くなんて、そんなことが起こるなんて、ちょっとまだびっくりしてます。本当に信じられない状態です。先日ね、その結婚観についての動画を撮らせていただいたときは、もう全然そんな予定もなく、何もなく、その後にプロポーズしていただいて、結婚が決まって、そしてもうバーッと日々が動いて、そしてこういう発表させていただく決意をさせていただきました。ちょっと本当に信じられないんです。私は長くお仕事させていただけたのも本当に応援してくださった、知ってくださった、出会ってくださった、たくさんの皆様のおかげで、ここまでたくさんの夢が叶って活動することができて、本当に幸せでした。だけど、お仕事運だったりに、いろいろ全部使ってしまってるから、プライベートで幸せになるとか、プライベートで何かが起こるっていうことを、もう諦めてました。だから、本当に不思議で、今、ふわふわしています。お相手の方は、芸能界の方ではないんですけれども、とても尊敬しています。そして、私のお仕事もすごく応援してくれていて、初めに出会った頃にお仕事を続けるなら全力で応援するし、そして、もし辛かったら全部支えるからねって言ってくださった時に、なんて懐の広さ、ってなったんですけれども、もうなぜ結婚することになったかの決め手というか、私の魂のパートナーであった大切な大切な相棒のメポが突然心臓の病気で天国に行ってしまう出来事があって、こんなに悲しいことはないというぐらい本当に悲しい出来事、そういう時にもう多分一人だったら心がズタズタでもう笑顔になるなんてできないって、それぐらい本当に悲しい出来事があった時に、彼もずっとそばに寄り添ってくれて、そして同じように他人事じゃなくて自分事として同じように涙して支えてくれて、こんな人はいないって思いました。もう本当に助けてもらって一緒に悲しんでくれるってすごいことだなと、同じように彼もこんなに動物を愛しているこの人を守りたいって思ってくれて、それが決め手になったみたいな、だからお互いそこが価値観が一緒だったっていうのはすごく大きなことで、やはり私の祖母がお見合いで結婚したんですけれども、そのお見合いの席で猫が通りかかったんですって。その時にうちの祖父が猫を抱き上げたそうなんですね。それで、この人と結婚しようって決めたらしいんですけども、祖父は猫アレルギーでした。それなのに猫を抱き上げたっていう。その猫が通りかかってくれなかったら私は存在していないし、猫が繋いでくれた人生なんだなっていうのはいつも思っていて。なので、今回もメポが繋いでくれたんだなと思うと、メポのためにも幸せになります。そう思いました。いや、なんかそんな状況で、まだ、結納もするかどうかとかの話になりだし、で、結婚式とか入籍みたいのは、お互いの仕事の感じで様子を見て、時期はこれから決めるっていう感じですけど、とりあえず、まあ、結婚は決まりましたっていうご報告ですね。なんか20周年を超えたところっていうことがまた不思議な気がするんですよね。なので、これからは、中川翔子人生第2章のスタートっていう感じがしています。中川翔子2って感じ？私は本当にこのお仕事が大好きで、誰かに笑顔になっていただくこと、そして誰かの思い出を届けることが、できること、大好きな皆さんに直接会えること、すべてが本当に大好きです。生きた証を残せるこのお仕事が大好きなので、私の気持ちとしては、これまで通り、そしてこれまで以上に、犬が鳴いてますけど、これまで以上にお仕事頑張っていきたいなっていう気持ちでございます。はい。これからもぜひ、中川翔子と仲良くしてください。よろしくお願いします。では、中川翔子、お嫁に行きます